はい、ゾコちゃん。服飾学生顔真っ赤。よろしくお願いします。はい、今日なんですけど、服飾専門学生の特有の格好が好きじゃないという話をしようかなと思います。まあ、ツイッターで昨日くらいにちょいバズしたんですけど、まあ、ツイッター見ていただけるとわかるんですけど、まあ、どういう内容のツイートかというと、まあ、服飾専門学生がよくしてる格好が僕は好きではないと。まあ、なぜなら、どう？これ。めっちゃ個性的でしょ？これをこんな風に着ちゃうんだよ。みたいなのが、にじみ出すぎてて、もう、それ、ファッションというよりコスプレじゃんって思っちゃうからです。みたいな内容をツイートしたところですね。まあ、いろんなところがリアクションがあって面白いなと思いましたので、ちょっと140字じゃ足りないところをベラベラ喋っていこうかなっていうふうに思います。はい、そうなんですよね。皆さん分かります？なんとなく僕が言ってるこの服飾専門学生がよくしてそうな格好っていうの、なんとなくイメージつきますかね。まあ、あ、学生ですよねっていうあれです。まあ、とにかくこう個性的っていうところをめがけて、個性的だねって言ってほしいのか思われたいのかわからないんですけど、まあこれをこういう風に着るぜみたいなね、これをこういう風に着ちゃうよとかね、トップス履いちゃうよとかね、例えばわかりやすい例で言うとね、こんだけジャラジャラアクセサリーつけちゃうよ、ここにこんなのつけちゃうよとか、まあこれにこれ重ねちゃうよとか、例えばまあそんなことです。まあごちゃごちゃしてるというか、まあ確かに個性的ではあるというか、まああんまりそういう格好をしている人は見たことがないよねとは思うんだけど、ただそのさっきも言いました、めちゃくちゃ個性的だよねって言ってほしいというか、どうって訴えかけられてる感じがこう言葉にせずともこう伝わってきてしまうというか、見てくれよっていう、それがちょっとこうノイズがすごいっていう、でなんかどっちかっていうとこうなんかコスプレみたいになってるっていうか、ファッションじゃないよねそれ、コスプレだよねみたいな。でかつその服飾専門学校ってやっぱ基本的に金ないじゃないですか。まあやっぱね、学校が忙しかったりとかでバイトがあんまりできないみたいなんで金がないから、まあまともな洋服買えないと。だからまあやっぱり身近にあるものだったりとか手が届く範囲のものでなんとかしようとするんですよね。なんとか個性的であろう、なんとか人と違うことをしようってなると、やっぱまあ工夫するしかなくて、でなんかその工夫っていうのが見えちゃうとね、冷めるんですよね。わかりますかね、冷めちゃうし、なんかそこに変な生活感が出てきちゃうというか、 DIY 感というか、まあ、やっぱどう考えても分かるっすからね。まあなんかそれはまあ確かにお金がない中での工夫なのかもしれないですけど、まあただそれはあんまりまあかっこよさとは全く違うというかね。なんかそのピカソの絵とか見て、なんだこれみたいな、誰でも描けんじゃんとか言って、素人が画用紙にバーって絵の具塗ったくって、ほら見ろ同じだろって言ってるような感覚と近いんですよね。わかるかな、違うからねっていう。なんかそういう感じとすごい近くて、なんか僕は単純に好きじゃないんですよね。まあ、ファッションだとも思わないし、かっこいいとも思わない。まあ好きじゃない、好きになれないなっていう、ことなんですよ。でまあこういうことを言ったらですね、まあいろんな反響がありました。まあもちろん、まあ賛否両論だな、まあもちろんこう、まあ分かるわみたいな、こういう人いるよねっていう意見もあれば、まあ主にバカなんですけど噛みついてきてる人もいたりとかして、まあいろんな反応があるなと思ったんですけど、まあただね、一つ言わせてもらうと、なんかもう反論がバカすぎる本当に。どうせこれバカ来るだろうなと思ったら本当にバカが来て、まあツイッターらしいんですけど、ツイッターらしいといえばツイッターらしいんですけど、マジでちょっとやっぱ読解力がない、リテラシーがない、日本語が上手に使えない、まあしょうがないな、
そういう噛みついてきてるやつって多分専門学生なのか専門卒なのかどこか心当たりがある人間なのか分かんないですけど、まあ、噛みついてきちゃうっていうね、下手に反論してきちゃうっていうね、まあそういうことがありまして、まあ例えばですけど、まあこういうこと言っちゃうやつはダサいみたいな、は好き嫌いとね、学生に対してこういうこと言うのがダサい、そういうところから自由にクリエイティブが生まれていくんだとかって謎の持論を展開してるバカね。え、なんでなんで俺は好き嫌いを言っちゃいけないのっていう話なんですよね。うん、俺は味噌ラーメンが好きじゃないって言ってるだけなんですよ。味噌ラーメン好きじゃない、ここの味噌ラーメン好きじゃないわって言ったら、はそうやってまずいとかうまくないって言っちゃうのが一番ダサいみたいな、そういうところから自由に新しいラーメンが出てくるんだろう、それを美味しくないとか言うのはまあダサいと、は俺の感想だろバカか、しかも何クリエイティブが生まれてくるとか、なんもう学生のコスプレでクリエイティブがどうとかねえから、ああ自分がしてる格好で言ってんだ、多分そういうやつは心当たりあるんだろうな、過去に自分、しかもその過去にあった自分のあの過去をその笑い話にも消化できてないっていう自分の中で、ああいう俺もあったわな、その分かるわじゃなくてムキーってなっちゃうムキー、俺をバカにされたぞってまだ引きずっちゃってるっていう、そういうバカな人が今いたりとか、あとは的外れな意見としては、あ好きなもの好きなように着ているやつがかっこいいって言ってた龍松はどこ行っちまったんだみたいな、またバカが来ました。うん、あのね、さっきも言いました、俺はいや俺ここの味噌ラーメン好きじゃないわっていうことと、みんな好きなラーメン食べたらいいじゃないですかっていうことは全く矛盾しないの、わかります？俺はあるお店の味噌ラーメンを食べてみたらそのラーメン好きじゃなかった、いや俺こういうラーメン好きじゃないんだよねって言ってるのに、いやあなた何を言ってるんですか、好きじゃないって、あなた昔ね今までもずっと好きなラーメン、自分が好きだと思うラーメン食べてたらいいじゃないですか、自分が美味しいと思ったことが全てって言ってたじゃないですか、なんでそんな美味しくないとか言ってるんですかあなたみたいな、は俺はこのラーメンが好きじゃないって言ったの。それと何が矛盾してるんですか。俺が言ってるのはむしろ俺はこれ好きじゃないよって言ってそれになびいて、え、あ、松本が好きじゃないって言ってるってことはこれ美味しくないかもしれないって言って意見変えるやつが一番ダサいって話でしょ。いや知らねえよ、松本が何か、他の誰かが何言ってるか知らない、俺はこれ好きなんだ、だから食うよ、それがかっこいいし、それがあるべき姿でしょ。俺の好き嫌い、俺だって好みはあるわけだな、俺はこういうラーメンが好き、好みがあってそれを言ってるだけ、これは好きじゃないって言ってるだけなのに、いやあなた何か矛盾してませんかみたいな、鬼の首取ったかのように言ってくるバカ、じゃあ何ですか、僕は意見も言えないんですかと、好き嫌いも、好き嫌いの話をしてるんです僕は、ね、何も矛盾しないですよね、はい、そういうことなんですとかね、うん、まあいろいろちょっとその、まあ、バカが多いですね、うん、まあちょっとなんか話ずっそれちゃいましたけどまあでも僕が言ってたのはそういうことです。まあ僕は本当にあのそういうファッションも好きじゃなくて、でなんかまあ僕も思い返せば、過去思い返せば、まあヘンテコリンなヘンチクリンな格好してたなっていう時期はあるんですけど、でもその時の自分はを今思い返しても別にかっこいいとも思わないし好きでもないので、まあ、そういうのは通過点だっていう考え方もあるにしろ、通過点にしろ別にそれは俺はかっこいいとは思わないってことですね、うん、かっこいいとも思わないし好きでもないっていう、それ自分の過去を思い遡って思ってみてもそう思います、はい、そんな感じですね。まあ僕が言いたかったのはそういうことです。まあ服飾専門学校のみんな、自分の服装のファッションを一生懸命頑張るよりも勉強頑張ろうな、なっまずは学校行ってちゃんと出席してな、無駄かもしれないけどもそこに行ってしまったことには変わらないんだから、まあ、できる限り勉強しよう、ね、払ってもらってる学費に見合うだけの結果を出してね、お父さんお母さんに見せて、おこんだけ頑張ったんだよって言えるくらいにね、勉強頑張ろう、ね、自分が何着るかどうかとかそういうのよりも勉強頑張ろうな。以上。